きまーす。せーの。Thank you.
です。さてさて、一曲目じゃないんですけどね。次一曲目ちょっとこれこのなんていうか寂しい曲はね、楽しくないかいい曲ですけど。次の曲は、俺は寂しいんだ。あ、根本さんこんにちは。俺は寂しいんだ。フランク・ナワイさん。知ってますか？私は知りませんでした。どうした？あら、キヨさん来た。キヨさん、ここ、ここで、ここ。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 ここだ、なんで？開けといたんだよ。開けといたんだよ。残念だな。まあいいや。30分に収まらなくなっちゃいます。行きます。俺は寂しいから。せーの。Oh.
けてね、拍手をくださいって拍手をくださいって。次の曲は、ですね、狩りをしたい。でも4回でもこの曲すごい歌ってくれてたから、1番でやめようと思ったけど2番まで歌ったんで、まあ、ここでも皆さん歌ってくれたら2番までやりたいと思います。いきますよ、せーの。
ちょっと皆さんの声で私の声あんまはっきりなかった気がするんだけど、待てか間違いが目立ってなかった。そんなことない。私がもうちょっとマイクをちっちゃくして言われてた。次、山のカナダ藤山一郎さん。私この曲は覚えてきたんですけど、有名な曲ですか？楽譜は簡単に手に入ったんですけど、手持ちの楽譜でどうでもいい、どうでもいいか話しますけど、毎回毎回楽譜準備するのに 4,5,000 円かかってるんですよ私結構ね、結構かかるんだよどうでもいいです。山の方に聞くみんな歌ってください。せーの。Thank you.
な。あれ今何分か。20分ぐらいか。あ、そうだね。まあまあだ。まあまあだ。タイムスケジュール。タイムスケジュール。あと3曲になるかと思います。この曲も次の銀行村からも私覚えたことあるんだけど、ちょっとうろ覚え気味なのでもう数年前覚えたんだけど、次行きますよ。あれちょっと待って、私が準備できてる。行きます。なんか目がシュパシュパしてきた。なんか入りづらいな。早くやろう。せーの。
飛びでした。さて、あと1曲やって終わりにしたいんですけれども、最後の曲はね、明るいんですけど、何分ちょっと美空ひばりさんの曲でキーが高くて、私裏返っちゃうと思うので多分裏返る気がするんです。高いところで裏返っちゃうか、皆さん声かけしてもらえたらと思う。人生一度ですね。ありがとうございました。最後です。あれどうやって入るの？せーの。もう一回行きましょう。せーの。30分。